FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回ちょっと変則での収録スケジュールにはなったんですが、11月の4週目勤労感謝の日でのお届けということになりました。ここ直近朝晩とも徐々に気温が下がり始めというところで、時折涼しいというよりはもう少しだけ肌寒いという印象もちらほらという感じの日々が続いております。そろそろ衣替えの時期という方もいらっしゃるかと思いますが、寒暖の差がまだしばらくありそうな天候の状況かと思いますので、ぜひお体には十分気をつけてお過ごしいただければと思っております。そして従来ゲストを毎月第2週にお送りしておりますこのコーナーなんですが、今月だけちょっと閉塞で4週目にお送りすることとなりました。カクテルパートナー、お相手はこの方、オーナーバーテンダーは上原の上原さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。今回ね、今収録前にも少しお話ししましたが、はい、お店の方も、ね、はい、好調なお話が、あ、おかげさまで、もう本当にお客様のおかげさまでっていう感じででも本当にオープンからね、はい、まだ1年こう経たないという状況の中ですけど、やはり前回もね、放送でもお話ありましたが、リスナーの方も足を運んでいただいたり、あと県内外のね、そうですね、方も、はい、多く足を運んでいただきまして、いや、ありがたい限りっていうのか、本当に真面目にやってきてよかったなって思いましたね。やはり、はい、県外の方のご来店の場合だと、SNS でご覧になる方の方、そうですね、 SNS とか県外からのバーからのご紹介とかも実際ありまして、なるほど。でここ最近ですと、まあ、朝さんの先ほどお伝えしたように、あの今月から、JTA さんの機内広告雑誌で、はい、崎本酒造っていう青森のあのタコ山の監修に携わった時のカクテルが記載されてたりとかですね、はい、まあそういうところを見て気になってくるお客様もいらっしゃりと、はい、でもすごいことですよ ね、 ねえ、びっくりしました。僕も全くそういう事前情報を知らずに、崎本さんから急にメールが来て、はい、DM が送られてきて、上原さん乗ってますって言って、なんだろうって写真見たら、何これみたいな感じでちょっとびっくりして。なるほど、はいはい、やはりそういったところでね、はい、こう媒体を通じて目に触れて、興味を持っていただく、というのも一つのきっかけにはね、はい、なってるかなと思いますね、うん、まあまあ、ただその気持ちのままをお店に来てがっかりさせたくないというのは僕の中で一番あるので精一杯精進して、ね、はい、提供させていただいております。いやでも本当にこれからもすごく楽しみですし、はい、年末もギリギリまでは営業、今のところ予定されているんですよね、はい、今の予定では30日までは営業をして、で31日の大晦日から、1月3日まではちょっとお休みをちょっと取ろうかなとは思っております。ですよね、はい、この辺のメリハリもすごく大切な要素でもあるかと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、そして今週なんですが、カクテルパートナー、はい、テーマとしてなんですけれども、はいはい、以前放送でも少しね触れたウイスキーについてなんですが、リスナーの方から、はい、改めてこの五大ウイスキーのおさらい的な要素を、はいはいはい、というリクエストがございまして、はい、まあ
何度となくお伝えしていく分にもありはありなのかなと思ったもんですから、うんはい、今日は少し駆け足にはなりますが、いろんな五大ウイスキーの良さみたいなものをこう、はい、少しずつポイントを整理しながらお届けしていきたいなと思っております、はい、まず代表的なものというとスコッチウイスキー、はい、これが挙げられます。スコットランドウイスキーですね、はい、よくスコッチウイスキーって皆さんスコッチって何ですかって言ったら、スコットランドのウイスキーをくくっての名前なんです、名称なんですけれども、それをスコッチウイスキーって言いますね。まあ、スコッチウイスキー、そのスコットランドの中でも、ちょっとエリア分けがされてて、はい、ローランド、ハイランド、スペースサイド、キャンベルタウン、アイラ、アイランズ、まあ、そういうなんか地域ごとによってその製法もその原料は一緒なんですけど、製法に少しこだわりを持った形が、はい、まあ、特徴なウイスキーとも言われてまして、まあ、一番歴史が古いとも、うん言われていますが、これはまあ小説、まあ、アイルランド派かスコットランド派かでちょっと変わっていくんですけども、はい、イギリス王室に、まあ、認定された蒸留所第1号が1824年、グレン・リベットでしたっけ、はい、そちらからが、まあそれまでは認定されてないいわゆる潜りの蒸留所が多くて、質お酒の質も悪かったみたいなんですよね。それをちゃんとした質を高めるためにっていう意味も込めて1824年から、まあ、認定されて一気に広がったっていう形にはなってるって言われてますね。そうですね、うん、特に2000年代に入ってからも改めてこのスコッチウイスキー規則という形でこう制定を行って、いろんな区分分けを明確にしているということで、将来的に向けたね、はい、後世に残すという活動もきちんと、そうですね、対応されているのがいいなと思っています。やはりこう製造に関してもスコットランドの蒸留所で、いわゆる糖化と呼ばれるものから熟成までを行うというのが一番の前提条件になっている。そうですね、国でもやっぱ法律で決めて、それでちゃんと何年寝かせたものがウイスキーですよって言われてますので、はい、またこのスコッチウイスキーを語る上でとても大切なのが香りの部分なんですけれども、この香りという部分に関して言うと、いわゆる麦芽を乾燥させるときに、こう、泥炭と呼ばれるピートという表現をよくしますが、このピートを炊くことで非常にこう芳醇な、はい、香りがね、そうですね、スモークをされた香りっていうか、はい、よく、まあ、世間的に言うとヨードチンキとか言われたりね病院の入った時の香りとか、まあ、よく言われてたんですけども、まあ、スモーク本当にいぶした香りが残るっていう感じの方がやはり香りの特徴としてやっぱスコットランドには多くやっぱありますね、はい、特にアイラモルトっていう、まあ、代表的なアードベクラフロイグボーモアとかが、はい、まあ、あるんですけども、そもそもあちらの蒸留所地域っていうのがデータを使う歴史ではなかったんですよですね、はい、キャンベルタウンっていうちっちゃなところから材料を仕入れてたんですけど、キャンベルタウンで出荷ができなくなって、で私たちどうしようってアイラ島の人たちがすごく考えたのが、だったら島の泥を乾燥させて炭にしちゃえばいいんだって言ったのがデータの始まりって言われてて、そこから独自の味わいになって、そこがみんな評価を得てスコットランド各地に知れ渡るようになったって言われてますんでね、うん、やはりすごくこうピート自体の原料もそうなんですけど、こう香り自体がすごく特徴がありますもんね。特徴あれは癖になりますね本当にこのピート香と呼ばれるもの、もう好きな方はね、本当にもう大好きな方はもうこれの味のいろんなバリエーションをおすすめで、何かアイラ島の何かくださいって言われることが多いですので、はい、そういった意味でもこうもちろん
ラベルの種類としても非常に豊富ですし、それぞれのこう地域の特性なども踏まえながら、お店の方といろんな会話を重ねつつ、はい、ご自身のお好み、というものを探していただくのもいいのかなと。そうですね、いっぱいありますんでいろんなバーにさまざまなそういうものがありますんで、バーテンダーと相談しながらぜひ試していただきたいとは思いますね。はい、はい、では続いてまいりましょう。次は同じく、はい、スコットランドというよりはもうイギリスの西部に近いのかな、一時はアイリッシュ。そうですね、アイリッシュ、はい、ですけれども、このアイリッシュウイスキーというのもまたね非常に面白い特徴のある。はい、アイリッシュウイスキー、アイルランドウイスキーっていうんですけれども、はい、製法がまあそのアイルランド製法って独特で、まあ、ルールで決まってるんですけど、蒸留機っていうのがポットスティールっていうやつを3回蒸留させるっていうのが、まあ、絶対条件っていうものがあるんですけども、はい、まあ一番古い歴史で言うと1780年ジョン・ジェームソン、ジェームソンっていうウイスキーがあるんですけども、はい、その人が作ったのがまあ一番歴史が古いって言われてるウイスキーとも言われてます。まあ先ほど最初の冒頭に話したんですけども、アイルランド派か何ですかスコッチ派かっていうか、そのアイリッシュ派かスコッチ派がどっちが早い歴史のウイスキーかっていうのが、古い歴史のウイスキーかって言ったら、そこでいつも論争が起きるっていうですね、はい、ものになっております。やっぱり熱いですよね、アイリッシュの方が歴史を先だと。そうです、そうです、はい、っていう説もね、はい、結構根強くあります。根強く今でもありますし、一概には言えないですけども、まあ、もうどちらも主張があって、でどちらも個性があるし、特にアイリッシュウイスキーの場合っていうのは、はい、本当にスムースな口当たり、柔らかくて華やかなウイスキーが、まあ、特徴の味わいかなとは思っております。まあ、中にはそのアイルランドって言ったらビールの、はい、まあ、出荷する国でも有名なところですので、ビールの空き樽を使ってその樽にウイスキーを入れて寝かすっていう製法もあったりするほどなんで、うん、本当に昔よくいらっしゃったお客様で、アイリッシュウイスキーをストレートでください、はい、ではチェイサー何にしますか、ギネスでっていう方もいらっしゃったぐらいでなるほど渋いなっていうのはありましたね。ほー、はい、でも個人的にはこうアイリッシュウイスキーの持ち味って、うん、穀物の種類は多いですけど、はい、ピートを用いずに、はいはい、ノンピートで、はい、ノンピートでこう、うん、ね、蒸留回数がやっぱ多い多い分、はい、こう引き味がとってもスムージーというか、はいはい、そうですね、スムージーですし、特にまあ一番古いだったブッシュミルズかあれ忘れてた、ブッシュミルズなんてもうあれはもうとっくに飲みやすいですので。そうですね、うん、でまあその中でも面白い製法で作ってるのもいくつかあるんで、ぜひそういうのも一種だけピートを使ったアイルランドウイスキーもあったりするので、まあピート好きな方もちょっと試す価値はあると思いますが、まあアイルランドは特に初心者には勧めたいウイスキーでありますね。今流行りですと、そうですね、バスカーとかは特に今、ね、流通して皆様のお口には届きやすい商品かなと思いますし、ソーダ割りで、まあ、いわゆるハイボールで飲んでも美味しいですし。あ、そうか、うん、いろんなバリエーションがあったんですよ。スタンダードの方と、アメリカンタイプのバーボンダルで寝かせてるやつと、はい、あとスモールバッチっていうやつがあったりとかしてるんで、価格帯もすごくリーズナブルなので、あ、まあ、ウイスキー初めて飲みたいなっていう方でしたら、はい、もう自宅飲みでもぜひおすすめするような価格帯であるんで、飲んでいただきたいかなと思います。ちょっとウイスキー興味あるっていう人にはね、特に、はい、ある種のこう入門編でもありつつ、はい、選択肢の一つとして、はいはい、お試しいただくという考え方もありですよね。そうですね。ありですね。結構アイリッシュウイスキーってバーテンダー好きな方多いですので、うん、そういうふうな、まあ、受け入れからでもいいと思いますので、ぜひお試しはあれっていう感じですかね、はい、そう、ましてやこう今市場での流通、うん、
というのも、はい、ある時期を境に、価格的なものもあったり、ね、こう物価が上がって選択肢が狭まってきてる世の中で私も家飲みしたいから安いウイスキーやっぱ探しますんでね。このあたりはね、はい、今後いい意味での参考情報として、うん、ぜひ押さえておいていただきたいなと思っております。はい、では続いてまいりましょう。ところ変わりまして、ジャパニーズウイスキー。はい、ジャパニーズウイスキー、もう 今や五大ウイスキーの一つとしてでもすごいすごいですね。ここまでの認知が本当に一気に広がって、まあやはりあの日本人ならではの性格が一本に出てるかなって思いますあれは本当に完成度高いですよ。冗談抜きにどのメーカーさんが出してるもう商品はもうレベルが高いっていうのがありますね。本当にあの国内で今流通している、うん、ジャパニーズウイスキーのラベル、うん、それから蒸留の数自体ももちろんなんですが、はいはい、もう年を重ねるごとに増えてきていることも事実ですし、うん、増えてますね。はいはい、またね、品質的なものも非常に、そうですね、うん、やっぱ日本って、まあ、ウイスキーの一番大事なのは穀物以外のやっぱ水なんで、はい、水もやっぱきれいだからこそできる、あと環境とかもいいっていうのもあるんですけども、やはりあのウイスキー、日本のウイスキーの生みの親の竹鶴正孝、はい、その方がやっぱ努力あっての今があるんじゃないかなってはありますね。すごいと、まあね、まだサントリーに、サントリーの前身の話なんですけどもね、はい、その時に竹鶴正孝が研修というか勉強しにスコットランドに行って、で帰ってきて、で一緒にやってて、で最終的に自分の好きなやり方でやりたいって言って独立して、うん、最初は日本の果実っていう感じ、日課から始まり、はい、でウイスキーを販売したいけれども売ることができないからじゃあどうするか、リンゴを売る、リンゴジュースを農家から仕入れてジュースを作って日本の果実っていうのができて、で余市っていう地域、北海道の余市がちょうど経度で言ったらスコットランドの位置に当たるっていうことで、はい、そこにまでこだわってるっていうのがあって、でもその方がいらっしゃったからこそ、そのな日本人にだんだんと寄り添ったウイスキーができていて、それこそ僕が修行時代のもう本当に2000年代の初頭なんて、四大ウイスキー、ウイスキーって四大ウイスキーって資料でしか書かれてなかったんですよ、うん、今でも五大ウイスキーですからね、すごいですからね、本当に、ね、本当、いやでもやっぱジャパニーズウイスキーは私たち日本人としては本当に誇りを持って海外にも進めたい一本ではありますし、確かに今では価格帯っていうのもちょっと一気に上がってしまって、はい、それは致し方ないかなと思うんですけども、それでもそれなりの価値があるっていうのはやっぱ僕はあるかなとは思いますんでね。そうなんですよね、うん、だからそれこそ本当に歴史的なお話で言うと、このサントリーの前身からサントリー、うん、そして日華、はい、まあキリンもビールメーカーも扱ったことがありますし、 それでこそもう今ではもう世界的に流通があるイチローズモルト、 そうですね、それからマルス、マルスもね、そうですし、もう本当にこうすごいいっぱい出てきます、はい、まさ今もクラフトウイスキーっていうか、まあ、山形県、僕もちょっとたまたま、去年から知ってる、今年から蒸留を始めた、学校川っていう山形のウイスキーをちょっとまあ気になってて、それがうちの知り合いのバーテンダーからもいただいて、ちょうど見学しに行った時に、で日本買ってきてって言ってから日本買ってきてもらって写真だけ撮っといてねって言ってから、なるほど、でそれを手に入れて飲んだんですけど、まあもともと山形って言ったら日本酒のメッカじゃないですか、その日本酒を作ってる人たちが携わってるもんですので、まだウイスキーの樽になる前のやつなんですよ、いわゆる原酒、はい、アスクストロングスっていうやつなんですけど、それを瓶詰めされた状態で、
まあ、持ってきてくれたんですが、もう味わいが僕最初日本酒飲んでるかなと思ったら60度あるんですよ。60度近くあるんですけど、日本酒飲んでるような香りと芳醇で、うん、これ数年後樽で寝かして仕上がった時どうなるんだろうってちょっとワクワクがあったりしましたね。まあ、クラフトウイスキーって言っても確かにいろんなね、酒造さんがクラフトウイスキーとかね、沖縄でもいやされてるじゃないですか、新里ウイスキーさん、はい、皆さんそういう努力の中で、まあのまあ、美味しいものを出していきたいっていうものはやっぱりその価格帯とか、まあ、味わいはあの他のウイスキーと比べるじゃなくて、うん、やっぱリスペクトして、はい、飲んでいただきたいなっていうのはすごくありますね。はい、絶対個性はあるんで、その考えて作ってる人たちっていうのは。そうですね、はい、で特に国内の、はい、今流通している蒸留所さんであれば、はい、もし可能であればご自身のこうお好みの蒸留所を一箇所でいいから訪ねてほしいとは思います、うんうん、思いますね。そうですね、ぜひ旅行で県外、まあ、沖縄在住の皆さんでしたらね、沖縄住んでる方とかなかなか県外行かれることは少ないかもしれないんですけど、県外行った時に一つ、あ、京都だったらそうだな、山崎蒸留所近いなとか、はい、北海道余市蒸留所って札幌からそんなに遠くないんですよ。そういうところも行ったりとか、長野県なんてもう本当に、上野からもすぐ行ける場所ですので、ぜひ行ってもらいたいなっていうのはありますね。やはり蒸留所に実際こう足を運ぶと、うんうん、このお酒にまつわる世界観といいますか、うんうん、思いがすごく、はい、伝わりますね。伝わりますね。博物館に行ってるような感覚になりますお酒が飲める博物館。そうなんです。ただ私の場合も陥ってしまったのははい、有料コーナーにちょっと長いしすぎて。ああ、わかる。有料コーナー、あれ値段は市場でより数ミリ程度なんですけど、15ミリとか30ミリとかあるんですけど、何千円かするんですよ、やっぱ物によっては、ね、でも市場で飲んだらそんな金額で絶対飲めないっていうのがいくつもあるので。そうなんです、はい、だから夜市の時に結局一周回った後にまた有料コーナー戻ってガイドさんお戻りいただいてもう有料コーナーにダッシュで戻って、はいはいはい、そこで2時間滞在してます。はい、それは酒の間っていうことなんですけどねまあ気持ちめちゃくちゃわかりますでも本当に忘れえない本当に貴重な体験になりました、はいはい、あれはなりますね。本当にストレートグラスでもう本当にもうちっちゃなグラスに数量数ミリなんですけど、これがねまた贅沢なんです。うん、本当にまた付加価値が、まあ、絶対あるんですけど、はい、そこで作られてる何年もしてるウイスキーをこの場で飲めるっていうのはやっぱりね、ウイスキーファンからしたらもう最高な時間と、まあ、有意義な空間になりますんでね。そうですよ、はい、一生忘れないですよね。うん、本当に機会があれば、うん、旅行先のこう一つの選択肢として、うん、蒸留所というものがあるということも、はいはい、頭の片隅に置いていただけると嬉しいかなと個人的には思っています。ぜひぜひ経験してみてください。最高ですよさあ、ということでこのあたりで今週の1曲目リスナーの皆さんにはお届けしたいと思いますが、今日は DJ のセレクションなんですが、この方の曲が上原さんのお店でかかってたらどうだろうということを想像しながら、うん、お、はい、選ばせていただきました、はい、今日はメインアーティストこの方のナンバーからお送りいたします。阿川靖子さんでムーンライトセミナーで。
今週の一曲目お送りいたしました阿川康子さんの生からモーンライトセレナでお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。はい、いいですね今もう聞きながら検索してもう速攻で登録してお店で編集しようかなと思ってたとさっき話したばっかりですねそうそう本当にすごくね、はい、お店の雰囲気にこうマッチするナンバーも多いの で、ね、よかったら参考に使って。いやリクエストありがとうございます。はい、はい、さあ今週のカクテルパートナーですが、はい、5大ウイスキーのおさらいということで、うん、いよいよと駆け足で情報をお伝えしておりますが、はい、ここからはですねアメリカンウイスキーについてお話をしようかと思っております。はい、まずアメリカンともちろん名前がついている通りなので、うん、アメリカで製造されるウイスキーでかつアメリカの連邦アルコール法と呼ばれるものがあり、うん、その製法ですとか原料区分などについてものすごく制約が課されているお酒。結構厳しいですよね。あれって、うん、なんでここまで厳密にするんだろうは不思議に思ってたんですけど。もともと禁酒法から法律が変わったって聞きましたけど、はい、まあ、プルーフ表記とかプルーフっていうのは、まあ、アルコールの度数っていうんですけど、よく110プルーフとか数字が書かれてるんですけれども、あれってちょうど割る2で2で割ると55% っていう表記アルコール度数っていうんですが、まあ結構ね州でもう決められてることも多いらしくて、で実際にアメリカンウイスキーってケンタッキー州とテネシー州でしか作られてないんですよ。でまたテネシー州っていうところはたった2つしか蒸留所ないんですよねジャック・ダニエルって皆さんご存知だと思うんですけど、テネシー州のウイスキーで向こうの主張としてはバーボンって言わないでくださいっていう、はい、主張なんですよ。テネシーウイスキーって言ってくださいって何のこっちゃっていいじゃないですかでもそういうなんかくだりがありまして、今の製法の方がアメリカのケンタッキー州のウイスキー、まあ、ジムビームさんとかあとはワイルドターキーさんとかいうのが、まあ、ケンタッキー州に該当するんですけども、そこと何が違うかっていうと、なんかろ過装置があるんですよね。ちょっと大きなろ過装置があって、うん、そこに1週間ぐらいかけてゆっくりゆっくりろ過させて樽で寝かせるっていうものがあったりするんですが、まあチャコル製法って言うんですけども、長はしょって言うんですけども、まあそれが私たちの製法だからテネシーウイスキーって呼んでねっていう感じではありますね。で なぜじゃあ元々の由来として大きくくって、まあ、アメリカのウイスキーがなぜ流れてあるかって言ったら、元々のものはヨーロッパ地方、先ほど言ったスコットランドとアイルランドの原住民の人たちからのお酒なんですよ。まあアメリカ大陸をある人が発見して、それから開拓をし始める時にヨーロッパの人たちが移民で開拓を始めました。その時に、まあ、あっちの原料っていうのが、まあ、ライ麦とか、あとは一番有名なトウモロコシなんですけども、はい、それが一番生産力が一番高くて、で、まあ、二期作になったりするのもあるじゃないですか、はい、で一番収穫が取れやすい、でそれで始まった中で、そこを農家である人たちがお酒を作る技法を持っている人たちがもちろん中にいらっしゃってて、でそういう人たちが自分たちの趣味でまずは作ろうって言って始めたのがアメリカンウイスキーなんですけども、またアメリカンウイスキーもちょっと主張が2つありまして、ウイスキーのスペルもアイルランド出身の血筋のいわゆる血族のウイスキーのスペルとスコットランドのウイスキーのスペルの血族のスペルが違うんですよね。はい、まあ、鍵のついてるウイスキーってよく言うんですけども、ついてるかついてないかのウイスキーがあるんですけども、ああいうのを見るのもまた面白いかなと思いますね。なんかでもね、はい、なんか飲む側からすると、はい、なんか そこまで細かくしなくていいんじゃないと。そう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 めちゃくちゃ変にこだわってるんでそこも僕はアメリカンウイスキーの面白さであって、で特にアメリカンウイスキーってバニラの香りって言ったわけかな、味わいすごく甘くてバニラのような
香りが特徴、まあ、あのニューオーク、まあ、バーボンダルって新しい樽を内側焦がして寝かせるんで、この焦げ目とうまくやっぱ熟成されて香りが出てくるんですけども、やはりあのアメリカンウイスキーっていうのはそういうところが特徴で、昔はもう本当に流行ってた、でも今でもやっぱ最近再熱されてるからよく飲まれる方多いんですけども、増えたとは思います、ね、めちゃくちゃ増えました。もう10年前に比べると断然増えた気がしますね、うん、再度やっぱ見直されてる感はありますし、私がもうこれも昔話の話一つなんですけど、バーボン小僧っていうワードが出るぐらい、昔は俺はバーボンしか飲まないぞっていう人もいらっしゃったぐらいでしたからでも本当にバーボンって他のウイスキー、まあ、スコッチウイスキーとかジャパニーズウイスキーに比べると、まだ価格帯も抑えられてるし飲みやすいウイスキーじゃないかなとは思いますね、うん、結構かっこいいですもん、そうですね、ラベルも、まあ、特にケンタッキーのこのバーボンなんかだと、うん、まあ、原料区分もありますけれども、うん、やっぱりすごくこう赤身の色も特徴があるし、そうですね、香り立ちもこう柔らかく、うん、飲み口がね、そうトウモロコシのそのベースの原料がパーセンテージ決まってるんですけども、これここまで話したらちょっと深掘りすぎて何が何だか分からなくなるんで大体まあ半分以上は入ってるって言っときましょうか。まあそういう風になってるのがバーボンウイスキーのまあ原ベースって言われてはいますんで、そうですね、はい、あとはアメリカンウイスキーにもし興味のある方であれば、うんうん、ないですとか、うんうん、あとはコーン、コーンですね、あたりも 100% コーンウイスキーとかブラッドバレーとかすごく甘くて美味しいって感じですね。そういったものもこう一つの味の参考として抑えておくのもどうかなとは思いますね、はいはい、うん、あっちもあのアメリカンウイスキーもいい歴史がありますし、はい、ボトルボトル一つ一つにも意味がありますので、あっちもやはりあのアメリカンウイスキー、僕だって初めて憧れて飲んで飲んだのがワイルドターキー8年でしたもん。うーん、初めてバーに行って、まあ、昔今もあるダーナーなんですけど、ダーナー行った時に2つ離れたお客様が年配、まあ、僕からはもう20代若造ですけど、2つ離れたすごい渋めのおじさんがウイスキーロックで飲んでるんですよ。かっこいいじゃないですかめっちゃかっこよかったんですよ。で当時の遠山さんに、マスターすいません、あれと同じものを一緒のくださいって言われて出されたのがワイルドターキー8年、うん、最初はっきり言いますよ、僕ウイスキー見よう見まねでかっこいいと思って飲んだんですけど、美味しいと思いませんでしたからねでもなんだろうな、最初はきつかった、アルコールきついウイスキーだなと思ったんですけど、はい、慣れてくると溶けて氷が溶け出していって飲んでいくと、いやまあ美味しい美味しい、なんだろうこんなに美味しいんだというのがあって、それからちょっとウイスキーにはまっていったっていうのがありますね。やはりこの味の変化をこう楽しみながら、はい、この一杯を召し上がっていただくというのはすごくいいですもんね、はいはい、そうですね、あのお酒って変化はあるので確実に、そこを特にウイスキーとか分かりやすいですのでね、あの変化を楽しんでいって、ロックをグッて飲むんじゃなくて、このここに溶け具合がいいなっていうタイミングでスーッて喉に通すととてもいいかなと思いますね。はい、ぜひあのそういった意味ではこうやっぱ産地の違いというだけのものではなく、うんうん、やはりこうラベルごとの特徴を踏まえつつ、はい、こう一つの選択を楽しんでいただけると、はいはい、いただきたいと思います。はい、はいはい、では最後ですが、カナディアンウイスキー、はい、カナディアンウイスキー、まあ、あの先ほどのアメリカンウイスキーの延長線になるんですけども、アメリカンウイスキーの話の中で禁酒法があったんですけども、その時にですね、あの禁酒法時代にできたところがカナダのウイスキーなんですよ。カナディアンウイスキーって言うんですけども、まあ、分かりやすく言います、マフィアがあのアメリカ国内でお酒を販売できなくなったんで、じゃあどこでやるかって言ったら隣の国のカナダで密輸で始めたのがカナディアンウイスキーって言われてますね。まあ原料自体はさほどそこまで変わらないですけど、飲みやすさとかは特にいいウイスキーかなと思います、はい、あのクラウンロイヤルとかカナディアンクラブが代表的ではあるんですけども、そうですね、またあのこの
いわゆるフレーバリングと、うんうん、ね、そうですね、ベースをこういわゆるトウモロコシとこうライ麦とかのブレンドバランスをこう整えるのがすごく上手な、本当にあっちもアイルランドウイスキーと似たようななんか雰囲気ありますね。なんか飲みやすさ、はい、あの初心者向けにもすごくいいウイスキーだし、価格も抑えられてるし、それこそ家飲みにも使えるようなウイスキーが多いなっていうのはありますし、本当に、まあ、年数っていうのはウイスキーの中でも特にカナディアンウイスキーって何年っていうのはほとんどね、はい、古い年数はあまりないんですけども、でも今まで残ってる中理由っていうのはやっぱりこだわりがあって、その先ほどアーサーさんがおっしゃってたようにトウモロコシとライ麦のバランスの絶妙なバランスが、はい、カナディアンウイスキーの特徴っていうのがありますね。あそこももうやがて150年200年ぐらいになりますよね、歴史的にはありますので、こっちも僕はおすすめですよ。あの迷ったらカナディアンクラブ確かにこのカナディアンクラブはね、うん、沖縄でも本当に一世を風靡した、そうですね、俗に言う CC、 はい、はい、もう迷ったカナディアンクラブです。僕も今でもあの何飲もうかな、いつも飲んでるウイスキーどうしようかなっていう時はたまにバーであるんですよ。そういう時は CC お願いしますって言って飲むことありますね。やはり今日ねご紹介した各ウイスキーのラインナップの中でも、はい、カナディアンはもう特にこの口当たりの柔らかさ、うん、そうスムーズさが、はい、うん、もう際立っている、もうあれが特徴ですね。アルコールを感じさせないっていうのもおそらく私の中では五大ウイスキーの中で最もカナディアンウイスキーがあめちゃくちゃきついとかそういう感覚を持たすようなものではないなっていうのはあります。スムーズさとかはあるかなと思いますね、うん、飲みやすいです本当に。そういう意味ではカナディアンクラブもまあやっぱ初心者初めて体験するウイスキーにはもってこいかもしれないですね、うん、なんかそれはすごく思います、うんうん、そうですね、今話しながら改めて思いましたね。もちろんうちにも置いてるんですよ。やっぱ出るのはクラウンロイヤルよりカナディアンクラブなんですよああ言われてみたらそうだなとか思いながら なるほど、はいはいはい、でも美味しいウイスキーですよ本当に。あれもあれであのソーダ割りとかして軽く私はまあ飲み慣れてる側なんで軽くレモンを絞ってとかやってスッて飲むのが好きでして、まあ人によってはあれをなんか若い時のなんかクラブで飲むお酒だっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、作り手まあもう本当にお酒をリスペクトしてバーテンダーが作ると全然違いますから、ぜひあのバーで試してみていただきたいと思います、うん、そうですね、うん、だからそういった形でこう味のイメージ、はい、ご自身のお好み、はいはい、みたいなものもきちんとこうお店側にお伝えいただきながら、はい、こう一緒にラベルを探索していく楽しみみたいなものもあってもいいのかなと思いますし ね、昨日もお客様がどのようなウイスキー飲んでいいですかいいでしょうかって言われた時にもう最初はもう僕も自分の経験則なんですけどジャケ買いみたいな感じでジャケットからまずは試すのもありだと思いますよとは言ってます。あの初めて飲む時はまあ事前に今でしたらねネットでねどれ、はい、美味しさランキングっていうのが出てくると思うのでそういうのから見てそこから試すのもありですし、最初にまず自分の中でなんか基準を見つけた時になんかよく僕やってるのが甘さ、香り、はい、うん、余韻、はい、旨味、渋みっていう感じでちょっとあの5つのその5段階分けのグラフ化を頭の中に必ずイメージするんですよ、はい、でその中であの最初に飲んでた僕の中での一番の基準っていうのは、まあ、スコッチを飲んだ場合スコットランドのウイスキーを飲んだ場合はあのグレンリベットをこの一番平均値の基準にしてるんですよね、はい、5段階の中の全部オール3にしてその中で例えばピートの強い、ラガブーリンとかアドビックの場合だったらその香りとか余韻を 5にしてとか、うん、甘みを
ちょっと2にしてとか、まあ、そういうふうな頭の中で基準を作ってやって、あ、これはここより美味しい、ここはこっちの方が美味しいんだなとか思いながら自分の中で分析して、美味しい美味しくないっていうよりは、あ、いいな、特徴的だなっていうふうにして飲んでいますね。だからもう珍しいウイスキーが出た時、これが高いから美味しいとかじゃなく、はい、あの安くても美味しいものって山ほどありますので、だから必ず僕はそういうふうに基準値の中で飲んでるっていう感じですかね。そうですね、うん、あとは今日ご紹介した中でも、特にですが、スコットランド地方のお酒でよく、質問がありがちなのが、ブレンデッド、はい、それからシングルモルト、はい、グレーンという、はい、まあ、3つ、3つ、うん、あえてこうタイプを分けた時に、うん、入りやすい、おすすめしやすいのはどれみたいな質問というのがたまに来るのがあると思うんですが、ありますね、上原さん的にはこの質問に対してのお答えはどうなりますか？私自身は シングルモルトっていうものは、はい、まあ、原料は皆さんが知ってる麦ですよね、まあ、簡単に言ったらビールと同じ原料になってるやつで、グレーモルトってトウモロコシですよね、はい、でそういうところで、じゃあ何が違うかっていうのは、原料の中での特徴の甘さの強さが若干違うだけではあるんですが、グレーモルトの方が製造しやすい部分があるんで、タル年数も抑えることができるんですよ、うん、要は回転率が出しやすいっていうのがあって、はいはい、でシングルモルトの場合になると、そのちゃんと基準にのっとった法律、国の法律にのっとった、かつ蒸留所のこだわりの年数、十何年寝かさないと私たちは出荷しませんよっていうこだわりが、そこを楽しむか楽しない、選ぶか選ばないかの違いなんですが、じゃあどっちを、先ほど言ったように、じゃあどっちを飲むのって言ったら、まずはシングルモルトからまず飲んでみてください。その中でグレーモルトの良さも分かります。なぜこんな早期熟成で出荷してるのに出てるんだろうって、出てる理由っていうのは世界で売れてるからです、うん、はい、で売れてる理由っていうのは価格が抑えられて、その酒造さんのこだわりが、蒸留所のこだわりがあって、ここまで出す、で価格を抑えて良さを飲んでもらおうっていうのがあるので、うん、それを飲んでいただきたいっていうのは、いただきたいというのはありますね。じゃあ最後にブレンデッドウイスキー、よく僕ブレンデッドウイスキー飲むんですけども、ジョニー・ウォーカーのブラック12年とかもう毎日のように飲むんですけども、結構僕ブレンデッド派なんですよね。ブレンデッドっていうのは、めちゃいろんな、もう30種類から40種類ぐらいのウイスキーをブレンドさせて作られてるものなんですけども、そのブレンドの中に必ず鍵となる、いわゆるキーモルトっていうのがあるんですが、このキーモルトがですね、なぜここに入ってこんなに変わってるんだろうっていうのが、すごく前に飲むと、あ、ここに例えばタリスカーが入ってんだなとか、ボーモアが入ってんだなとか、でマッカーなんか少し入ってる理由が、あ、ここの要因だなっていうのがあったりとかするので、はい、ブレンデッドウイスキーって他のスコッチウイスキーに比べて、シングルモルトに比べて価格帯も安い、なぜなら蒸留所のない一つの会社なんで、うん、樽を各蒸留所から仕入れて自分なんかでブレンドしてるので、蒸留所を持たない、まあ一部持ってる蒸留所はあるんですけれども、まあそういう楽しみをブレンドしたものの、なんかお得感っていうのがありますね。はい、はい、だからそういったこういろんな比較要素も、うん、含めてご自身で探求していかれるのもいいでしょうし、うんうん、やはりこう間に足を運んでいただきながら、うんうん、いろんな会話の中から、そうですね、はい、ご自身のお好みの情報というのもこう整理していただけると、うん、そうですね、より楽しみが増えるかなと思います。楽しみが増えますね。さあということで今日お届けしてまいりましたが、ここで今日のラストナンバーお送りいたします、はい、本日のピックアップアーティストは阿川泰子さんなんですけれども、今日はこちらのナンバーでフィニッシュといたしましょう、はい、阿川泰子さんから Beauty and the Beast。
今週の朝ナンバーお送りいたしました。赤野泰子さんから Beauty and Beast お送りいたしました。いかがでしたでしょうか。今日ですか。もう今日一日話してて足りないですね。そうなんですよ。そうなんですよね。今、まあ細分化したらもっと話せる部分はあったかなと思うんですけれども。いや、一応今日ね、一つのダイジェストとしてお送りしましたが、後々はまたそうですこうね。ラベルのね、楽しみとか諸々こう裾野を少しずつ広げながらお送りできるとどうかなと個人的には思ってますが。まあ、モルトね、ウイスキー一つ一つを題材にしても面白いと思いますし、まあ、今回リスナーさんからのリクエストということで、五大ウイスキーの話になりましたけれども、やはりウイスキーって世界一周してるとは僕は思うんですよね。だってスコットランド、まあ、アイルランドから始まって、もうアメリカ大陸行って、そして日本について、よく考えてください。もう世界一周してるんですよ。今や台湾にもあったりで、インドにもね、そうですウイスね。キーがあったりとかして、だからまだメジャーではないウイスキーはいくらでもあるんですけども、そういうウイスキーを飲むのもなんか珍しく、あ、これ見たことないなって飲んでもいいと思いますしね。です。はい。なんかこういういろんな楽しみ方はい。を知っていただく上で、はい。ね、お届けする情報が一つでも、聞いていただいている皆さんのお役立ちにつながれば嬉しいですそうしですね。ね。一人でも酒好きな人が増えると 一緒に飲める相手が増えると嬉しいです そして今回放送が11月の後半週ですが、はい、12月に向けてええ何かイベントではないですけれども、何か考えがあれば。はい。一つイベント的なものが、実を言うと実を申し上げてありまして、マハマラソンって12月1日ですよね。11月の30日かが土曜日になるんですけども、ちょっとオープンを遅くやりまして、夜10時からまあ初めて国際通りに、せっかくうち国際通りなんで、ランナーさんが走り終わるまで営業しようかなと思ってて。おお、あ、なるほど。はい。で、まあちょっとまあ簡単なウイスキーとかカクテルとかビール飲み放題で、42.195キロにちなんで4200円で飲み放題、無制限でやろうかな まあランナーがいるんだったら、僕たちも飲むランナーとしてやろうかなとやりますので。すごい。でも、国際通りのエリア をはい。通過して封鎖が解けるまでとなると、9時ぐらいまでですね。そうですよね。はい。まさしく耐久レースだ。耐久レースを。はい。まあ、営業時間は何時から、もうその10時以降でしたら、何時から来ても構いませんので、まあ、早ければ早いほど飲み放題がお得になるっていうだけなんですが なるほど。それまあ、をちょっそういったとこ遊ろもびね。心を、はい。ちょっと、まあ、店内の宣伝としてはそうですかね ぜひぜひ、その辺もちょっと楽しみにしておきましょう。ということで、また12月の放送もぜひよろしくお願いいたよしろましくお願いいたします。それでは、アイゲントラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。